この動画は、過去に当チャンネルでアップした該当ジャンル動画の総集編になります。常連の方、新しい動画だと思った方ごめんなさい。どうぞご了承の上お楽しみいただければ、幸いです。首切り一族の憂鬱。どうもうちの祖先というのが経理、斬首執行人だったらしい。時代劇とかで罪人の首を跳ねるあれだな。よその家がどうなのかというのは知らないが、ことこんな役目を生業にしていたうちに関して言うと、当時の資料というか記録は全くと言っていいほど残っていない。まあそれもそうだろう。ご先祖は子孫に対して誇れる仕事だとは思ってなかっただろうからな。そんな首切り一族の末裔の俺なのだが、今嫌な仕事をやらされている。リストラだ。これも因果と言うべきか。首切り一族の俺が社員の首切りとは笑えるだろ。ちなみに、リストラなんて言うとひとまとめにされがちだけど、基本的には正当な理由なく解雇はできないから、退職金上乗せとかの条件を提示して自主退社扱いにするのがほとんど。リストライコール首みたいなのは法律的に通らない。首切りにもそれなりのルールがあるわけだ。そのルールに従って粛々と仕事を進めるわけだ。で、どうも最近おかしなことに巻き込まれた。偶然飲み屋で知り合ってしまった男が、その首切り対象者だったんだな。もちろんうちの会社じゃない。全く無関係の会社の社員。仮にこの男のことは A とする。よって喋りたくなったんだろうな。A はいかに自分が追い詰められているか、会社からどんな仕打ちを受けているか語っていた。まあ聞く限りでは、その会社は随分とグレーなことしてるんだなって印象だった。前述の通り、首切りにもルールがあるからな。そんなことよりも気になったのは A の仕草だ。何か目の前の虫を払うかのような、おっかなびっくり身を守るような仕草を時々見せる。ああ、だいぶストレスでやられてるんだな、と、その時は思った。この男を助けてやる義理なんぞないし、自分に助けられるとも思わなかったのだが、袖触れ合うも多少の縁。自分もこんな因果な仕事をしているわけだし、せめて真剣に話だけは聞いてやろうと思った。すると A がおかしなことを言う。毎晩毎晩、着物の牢や、じいさんが現れて、眠っている自分の周りを狂ったように踊り歩く。夢なんかじゃない。たまに急に目の前に現れて、耳を引っ張ったり小突いたりしてくる。A はそう言った。ゾッとしたよ。リストラ寸前で精神的にも少しおかしくなっている人間からこんなこと聞かされたんだから。どうも A の不調はその牢屋が現れるようになってからのようで、それ以来成績は急降下、人間関係もうまくいかず、今のお荷物ポジションになり下がってしまったということらしい。そんなのは気のせいだ、厳格だと言えるような状況ではなかった。そこまで聞いて、さすがに聞くだけにしても自分には荷が重いと判断した俺は、適当に切り上げて飲み屋を後にした。いろいろ大変ですが頑張りましょう、なんて言って。その日、夢を見た。踊り狂う牢屋、ではなく、曲げを結い刀を刺した昔の武士風の一段。身なりから言って刺して位の高くない、どちらかというと下級武士といった感じ。何を言うでもなく、ただ俺を見つめている。気持ちの良いものではなかったが、不思議と嫌な感じはしなかった。今考えれば色々思うところもあるのだが、当時はさして気にもしなかった。その数日後だろうか。深夜仕事帰りに A を見た。とある運河に架かる橋。その橋の真ん中あたりで A が行ったり来たり、何かを決めかねているようにうろうろしていた。おや？これはまずいんじゃないかと思い、声をかけようとしたその時、A の後ろに、狂ったように踊る着物の牢屋の姿が見えた。橋の歩道のど真ん中だというのに俺は一歩も動けなくなった。牢屋は踊りながらも顔 A に近づけ何かをつぶやいている。その表情はどこか A をおちょくっているような、誘惑しているような、そういう風に見えた。いつか見た小屋という画家の黒い絵、そこに描かれた老人のそれとよく似ていた。
その牢屋にあたかも背中を押されるように、A は一歩ずつ川に向かって歩みを進める。A の手が橋の手すりにかかった瞬間、俺は反射的に A にタックルを決めていた。おそらく頭を打ったであろう A の身を案じたが、幸いにも A は尻餅をついた体勢で、ポカーンと俺を見ていた。俺にも見えました。着物のじいさん、あんたにまとわりついていましたね。そう言うと、A は状況を理解したようで、口を開けたまま何度かうなずいた。お祓いに行きましょう。俺も一緒に行きますからそうしましょう。A を引きずるようにして橋を渡りながら俺はそんなことを口走っていた。A は未だに心ここにあらずといった感じだったが、うんうんとうなずいていた。自分でもなんでお祓いなんて言い出したのかと思った。それでもあの時あの状況ではそれ以外の選択肢はなかったように思う。そういうわけで後日、A と一緒に近くのお寺に赴くことになった。その間 A は相変わらず踊る牢屋を見ていたし、俺も例の武士の夢を見た。お寺に着くなり僧侶とおぼしき寒い姿の恰幅のいい老人を見つけた。大きくはない寺だ。おそらくこの人が住職なのだろう。お祓いをお願いしたいのですが、これからでも大丈夫でしょうか。いい年過ぎたおっさんが二人連れ立って、いきなりお祓いを、などという姿はさぞ滑稽だっただろう。まあ、ここがダメなら他のところへ、そう思っていたので断られても構わないという考えだった。しかし僧侶はにっこりと、というよりも満面の笑みをたたえてこう言った。うちはお寺だからお祓いはやってませんよ。俺と A はお互いの顔を見合わせた。ちょっとよくわからないんだけども、とりあえず少し待ってて、いいものがありますから。そう言って笑福亭鶴瓶を思わせる笑顔の僧侶はお寺の中に入っていった。A は相変わらず口を開けたまま不安そうな表情をしていた。何も会話を交わさずに待つこと1分ほど、僧侶は金属製の知恵の輪のような輪っかがついた杖を持ち出してきた。僧侶の姿が見え、シャラシャラと杖が音を立てた瞬間、A が後ずさるのが分かった。これ、なんだかわかる？尺状っていうの。僧侶は満面の笑みでそう言った。A はさらに後退し、今にも逃げ出さんばかりだ。僧侶は笑みを絶やさないままその顔を A に近づけ、そしてその耳元で尺状を震わせた。シャカ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 。けたたましいその音はよほど A には答えたと見えて、A はヒーヒーと悲鳴とも吐息ともつかない声を上げながら砂利の上に膝をついて耳を押さえた。そんな A に追い打ちをかけるかのように、笑顔の僧侶はさらに顔を近づけ尺状を振った。この僧侶はサイコパスだ、そう思った。そうして1分も経つと、あれだけ怯えていた A が落ち着きを取り戻したように静かになった。大当たりだね。一応お経をあげるから、二人ともこっちおいで。僧侶はそう言って寺に入っていった。これは後で調べたことだが、尺状というのは仏具で、どうも魔除けの効果があるらしい。放心状態といった感じの絵を引っ張り上げ俺たちも寺の本堂に入ると、名は変わらかわからないが硬い座布団に正座させられ、いくつかのお経を唱えてもらった。A は終始落ち着いた様子で、すでに精神的に安定していることが見て取れた。お経が終わると僧侶が向き直り、笑顔を作ってこう言った。もう大丈夫そうだね。悪いものは多分出ていきましたよ。どこで疲れたのかはわからないけど、以後気をつけて。それと、あんたの方はいいことしたね。ご先祖様も喜んでらっしゃいますよ。ご先祖様。そう言われて夢に出てきた武士の一団を思い出した。さて。僧侶はそう言って膝を叩くと、立ち上がり俺たちに一冊の経典を手渡した。とりあえず儀式はこれで終わりか。これはお守りか何かかな。そう思ったのだが。とんでもない。俺たちの試練はここからだった。私がここまで読んだら、続けて声に出して読経して。大きな声で。ドスの聞いたい声でそう怒鳴られ、完全に蹴押されてしまった。観音経というお経らしい。
それからみっちり2時間、僧侶と一緒に繰り返し繰り返し観音経を唱えた。もちろん硬い座布団に正座してだ。心身ともにもう限界、そう感じた頃、不思議と自分自身の感情とは関係なく、涙がこぼれた。正座は辛いが何も泣くほどじゃない。にもかかわらず、俺の目からは涙が溢れ、観音経はおえつに変わった。隣で A が不思議そうな目をしていたが、自分ではどうすることもできなかった。読経が終わった後僧侶が一言。ご先祖様が喜んでらっしゃいましたね。そう言った。二人分の料金、料金と言っていいのかわからないが、の、3万円は A が出してくれた。痺れた足を引きずりよちよち歩きで寺を去るおっさんの二人連れはさぞ滑稽に見えただろう。次の日、すぐに A から連絡があった。踊る牢屋を見なくなったという。俺もあの武士の夢は見なくなった。それからは A と定期的に連絡を取っている。というか、定期的に A から報告が入るのだが、体調も回復したことで仕事にも身が入るようになり、先日は大きな成果を上げることができたという。とりあえず今のところ首を切られる心配はなくなったとのこと。担当台に並ぶ列の一番後ろに回されました。そう言って笑っていた。代わりに今まで順調だった同僚の一人が、急に仕事ができなくなったとのことで、もしかしてそいつに呪いでもかけられていたんじゃないかなんて軽口を叩いたりした。電話の最後に A が言ったセリフがなんともまあ、俺にとっては印象的だった。あなたのおかげで、首の皮一枚繋がりました。ほんと。なんともまあ。義妹と西条。義妹が地元の短大を出てしばらく葬儀屋に勤めてたんだけど、そこでいろいろ面白いことがあったと言ってた。その中からかいつまんで紹介させてもらう。この葬儀屋、社員数6、7人程度。田舎にある普通の古い葬儀社で、それなりの大きさの斎場を持ってた。斎場には線香の番で泊まれるようにいくつか部屋があって、一番奥の小部屋は、葬儀に使う設備や、仏様の身の回りの品を一時的に収納する場所になっていたらしい。そこの扉、普段は立て付けも悪く、締め切ってもガタガタ揺れるくらいの安不審らしいんだけど、ごくたまに、まるで壁と一枚板になったように閉じたままピタッと動かなくなるのだとか。とある葬儀の前夜、社員も泊まり込みで遅くまで作業してる折、入社間もない義妹が、納品されてきた香典返しの段ボールをしまっておこうと、その小部屋へ向かったそうな。そして初めてこの現象に遭遇した。長い廊下の奥、薄暗い電灯の下、ピクリとも動かない引き戸としばし格闘する義妹。おかしい。中に誰かいるわけでもないだろうに。何か引っかかってるのかしら。いつもは締め切っていても、ガタガタ動くくらいのボロトなのに。困り果てた義妹。古参の社員に相談。奥の部屋の扉が動かなくなってるんですけど。ああ。今使ってらっしゃるんだね。にっこり。頭の中がハテナ状態の義妹に追い打ちをかけるように。小一時間もしたら開くだろうから、また後で行ってらっしゃい。と。言われた通り1時間も経った頃に再度向かうと。引き戸は何事もなく、スーッと開いたそうだ。義妹曰く。閉じた時の戸の向こうはどうなってるんだろう。別世界とか？それとも、個人が必死こいて戸が開かないように抑えてるのかな？という話。必死こいて反対側から個人が抑えてるとしたら、ほんのり怖いです。で、そこの葬儀社関連で聞いた、一番を書いたらしい話。梅雨の頃、とある独居老婆が心不全で亡くなられた。不審な点はあれど、そこは田舎の警察。まあ事件性はないでしょうと、警
検視もなく葬儀を許可。葬儀の当日、84名ほどの列席者が参列の中、式は筒がなく取り行われた。で、この時に呼ばれた坊さんっていうのが、実はちょっと不人気というかなんというかだそう。挨拶や説話の類がちょっと下手だそうで、檀家さんたちにはあまり評判が良くなかった。まあよく言うよな。真面目でいい人なんだけど、はっきり言って、ちょっとつまらない人。で、読経が始まり、それではご焼香を唱り、喪主を最前列に焼香が始まる。親族が続き、集まった参列者が列をなし、故人を忍びながら焼香する。義舞も、式の様子と優しげに微笑むおばあちゃんの栄誉に比べて。いい式だなぁ。おばあちゃんよかったねぇ。私もいつかこんな風に見送られたいもんだよ。と、感じ入っていたのだとか。ところが、とある親族の方、遺影のおばあちゃんの甥っ子にあたる中年男が焼香の列に加わった途端、壇上のろうそくすべてが激しくゆらゆらと揺れ出した。わ、風か？空調を仰ぎ見る社長。いや、風じゃない。窓開いてない。大丈夫です。なんだなんだ、と、スタッフ一同ざわつく中、九段の中年男が遺影前に立ち、お香を取り額まで持ち上げた途端、すべてのろうそくがふっと消えた。何事ぞ？と、参列者スタッフ全員が壇上を見上げる。我関せずと読経を続けるお坊さん。すると、左側に掲げてあった重い真鍮あしらいのろうそく立てが、火の消えたろうそくを乗せたまま、勢いよくバーンと吹っ飛んだ。まるで見えない手か何かに叩き飛ばされているかのようだったという。凍りつく空気。あうあうなる中年男。ざわつく会場。しかし九段のお坊さん、慌てるような素振りも見せず、ひときわ大きな声で、それでいて優しい口調で読経を続けた。お坊さんの声にハッとなる中年男。そそくさと焼香だけ済ますと、親族のくせに、逃げるように帰っていった。目の前で起こった怪現象に、微妙な空気に包まれる会場。一段落した後、喪主の長男がお坊さんに、何事だったのですかねえ、と問うと、お坊さんはいつもの仏頂面で、こう言ったそうだ。私の口からは申し上げられないけども、まあ、一ヶ月もすればわかるでしょう。果たして九段の中年男、おばあちゃんの通帳もろもろを勝手に持ち出したとかで御用となり、追っておばあちゃん殺害の件でも起訴されたのだとか。葬儀からほぼ一ヶ月後のことでございましたそうで。で、このお坊さんですが、前述の通り檀家さんたちに不人気だったわけですが、この事件を境に大きく株を上げ、今ではそのお坊さんのお寺は、相談事や説話を求めて日々ご老人方が押し寄せるほどの人気っぷり。そしてそのお坊さんのイニシャルは、D。しかし残念ながら婿養子、寺生まれではないらしい。まあ最後の話はありがちだなぁなんて話半分で聞いてたのですが、義舞がその場でネット検索して、中年男の逮捕記事を見せてくれました。ろうそくが倒れたり吹っ飛んだりってのは、多少の脚色は入ってるでしょうが、彼がもしかして、と、感じさせる事件があったのは本当のようです。友人の住職の話。このスレでよく寺の和尚や神主に、霊感や払う力があるかどうか話題になるんで、そのことについて俺が、寺生まれで住職をしている友人から聞いた話を書いてみる。俺の生まれた地域は田舎だけど、町で一番大きな友人の家の寺は、結構敷地が広くて立派な造りをしてる。ただ宗派の総本山から住職が派遣されてくるほどの格式ではなくて、明治以降は長男が代々世襲で住職を務めている。友人は小学校前くらいの自分に、よく祖父である王将に連れられて、墓域、
墓地の片付けと掃除に行ったそうだ。ここらでは寺の住職に定年はないので基本的に死ぬまで装飾にあるけど、王将はその頃で70歳前後だったはず。おばあさんはもう亡くなっていた。友人の父は40代だったが、ちょっと離れた市の同じ宗派の寺で修行していた。掃除についていくとカラスが集まっている。これはお供え物を持って帰らない人がいるんでそれを狙ってくるんだけど、そのカラスの中にどうも他とは違う感じのが混じっているように友人には思えた。どう違うのか確かめようと2、3歩近づいてみると、10羽近くいるうちの2羽が、カラスの黒い丸い目ではなく、白目のある人間の目をしていた。ただし、人の目よりはずっと小さいけど、友人がそれを気にしているのに気づいた王将は、ほう、お前あれらが見えるか。と言って、お前の母親を拝みやすじから嫁にもらったのは正解だったようだな。残念ながらお前の父親は全く見る力がないから。そのようなことを言って、数珠を出してそのカラスのいる方に向かって短くお経を唱えると、人の目をしたカラスはぼんやりと滲むようになって消えた。あれは何？と友人が聞くと。なあに、大したものではない。人の魂などではなく、ちょっとした悪い気がこもったものだよ。と教えられた。王将は続けて。別にあれらが見えなくても寺の仕事に支障があるわけでもないし、立派に務めることができる。ただ、こういう力が途絶えてしまうのは残念だから。というような意味のことを言ったらしい。友人にはその当時は何のことかわからなかったが、友人の母親はその地域のお寺とは違う、民間信仰を司る家の娘だった人で、随分無理を言ってお寺に嫁に入ってもらったという。それで、俺ら一般人から見れば、不思議な力が友人にも受け継がれたということのようだ。友人にそういう力がこれまで役立ったことがあるかと聞いたら、葬式の時に引導を渡した後に、まだ霊魂がこの世に留まっている気配というのがなんとなくわかるんだそうだ。それで、その後の儀式の力の入れ方を調節する。大概は仏教で言われる四十九日まで留まっていることは少なくて、30日前後で気配は消える。いわゆる成仏するということか。ただ、恨みを飲んで亡くなった人などは強い念が残っている。狭い町なので、亡くなる前後の事情は大体わかっているから、自殺者などは特に念入りに儀式を行うことにしているという。それから、ここらではよほどの対価でなければ遺体を寺に安置して通夜を行うんだが、かっこただし交通事故などで損傷した場合は先に火葬してしまう。この地方独特の風習として、北枕にした遺体の枕元に小さい黒い屏風を立てる。遺体は魂が抜け出した殻の状態にあるので、そこを狙って悪い気が入り込んでくることがごくたまにある。それを防ぐための黒屏風で、風などで倒れないようにしっかりした台座がついている。一度だけ、強い風で屏風が倒れたのに小一時間ばかり気づかないことがあって、その時は白布、白布の下で閉じられていたはずの遺体の目が、カッと見開かれていたそうだ。それに気づいたのがもう漱石に入って修行していた友人その人で、長い時間特別なお経を唱えると、一人で2目が閉じて、悪い気が抜けていくのが分かったという。友人に、悪い霊がついた人を払ったことがあるかどうかを聞くと、そういうことはないと言ってた。もしそういう人が訪ねてきたとしても、気を感じることはできるかもしれないが、どこの誰の霊がついているかなんて絶対わからない。自分よりずっとずっと上の能力がある人ならわかるのかもしれないと言ってた。こういう力というのは修行で身につくものではなく、ほとんど生まれつき決まっているんだそうだ。実際に友人も、子供の頃と比べれば今は力はずっと落ちてきてるらしい。そういう相談を受けた場合は、宗教関係ではなく医療機関を受診するように勧めているそうだ。なぜなら、道行く人を見ても、多かれ少なかれ何かの気が取り付いていて、それらにいちいちお経を唱えてもキリがないし、変な例えだが、
寄生虫が体内にいると肥満にならず健康な場合もあるように、何かがついていても悪いことばかり起きるわけではないと笑ってた。それから、心霊写真は大部分がただの紙だから気にすることはないと言ってた。もちろん気になる人が持ってくれば寺で預かってもいいが、そもそも見間違いのような場合がほとんどだそうだ。ただし、古道具、骨董類は人間よりずっと長くこの世に存在してるものが多いので、何らかの気がこもってることもあるらしい。ただ、特別に儀式をするまでもなく、しばらく本堂に置いておくと気は抜ける。漂白剤に浸すようなもんだね。と言ってた。まとまらない、怖くもない長文ですまんかった。これらは全部、俺が酒の席で友人から直接聞いた話だが、もしかしたら違う宗派や宗教の人には、別のように見えるのかもしれないとも言ってた。色眼鏡をかけるとレンズの色に物が染まって見えるように、その地域の慣習や宗派の教えに影響されるということのようだ。先輩たちの呪い返し。うちは大きな寺で、敷地の中にお堂がいくつもあり、毎朝早くにすべてのお堂を回ってお勤めをする。それが、一個一個がそれなりに離れており、限られた時間のうちに、すべて回りきらないといけないので結構忙しい。おまけに毎回一人一人交代で行うので、すべて回りきるのに1時間ほどかかる。お堂によってはボロボロだったり、薄暗かったりと、なかなか心細い。その日も、薄暗い中一人で仕事をしていたのだが、最後の一番小さなお堂に続く回廊から、建物の陰に隠れるように一本の木が見える。普段は気にしないのだが、なぜかそこに目が行き、回廊を移動しながら眺めていると、一人の女性がブツブツ言いながら、木に抱きついている。なかなか人が入ってくるような場所でもないが、参拝者も多いお寺なこともあり、変わった人もいるもんだなと思いながらも、仕事があるので気にせず、次のお堂へ向かって行った。最後のお堂も10分ほどで切り上げ、よし、今日は30分寝れるぞ、とか、考えながらさっさと切り上げた。たった10分ほどで、先ほどの女性はいなくなっていた。そんなことがあったのも忘れ、1ヶ月ほど経った頃、職場の先輩が、お前らは知らないよな、と、ある話をしてくれた。昔うちの敷地で、呪いが行われたことがあったらしく、藁人形って知ってるか?と、ニヤニヤしながら聞いてきた。藁人形とは人型にした藁に、呪いたい相手の体の一部や写真を入れて、名前を書き、呪いをかけるというものだ。この時、注意しなければならないのは、必ず牛の刻、鬼門の開く時間、霊が多くなる、に行うこと、人に姿を見られてはならない、呪いが自分に変える、こと、使う釘は五寸釘を使うこと、これには意味があるが省略、だと、先輩が教えてくれた。なんでも、昔お寺の木に刺さっていたのを、先輩たちが発見し、話し合いをした末に、呪い返しの儀式をしたらしい。呪いを返された相手は、生きていると呪いが返り苦しむ。死んでいる場合は自爆霊として、その場に縛り付けられるとのこと。ああ、そういうことかと、話を聞いて俺はあの朝のことを思い出し、妙にガテンが言った。俺は、多分、裏の木ですよね?と聞いてみた。先輩は、一瞬目を丸くしきょとんとした後に、あれ?お前、その当時、いたんだっけ?まあ、気をつけろよ、とだけ言って、タバコを吸いに行ってしまった。まあ、それから特に変わったことはないが、はっきりと見えてしまうのも、困りものだなと思った。呪いの続き。これ信じてもらえるかどうかわからないし。
書こうかどうか迷っていたのだが、ちょうど1年ほど前、俺と友人の T と O が体験した話。O が、ニコ動に釣り動画作ってアップしようぜ。と言ってきたので、買ったきりほとんど使っていなかった O のビデオカメラを持ち出し、俺の親の車を借りて山の中へ出かけることになった。どんな釣り動画かというと、俺と T が録画しながら心霊スポット探索をして、ほんの一瞬助走した O が画面内に映り込み、俺と T はそのことに全く気づかないまま動画をアップ、という設定。今考えると本当にしょうもない内容だが、当時の俺たちはノリノリだった。ただし3人ともビビリだったため、本当の心霊スポットではなく、ただそれっぽい山の中へ行き、そこで録画することになった。午後4時頃に出発し、適当に山道を走らせていると、いい感じに舗装されていない林道を発見した。その道を少し進むと開けた場所があり、何かの資材置き場のようになっていて、俺たちはそこに車を止めると、まず周辺で演出に使えそうな場所はないか、王が隠れ潜めるような場所はないか探し始めた。30分ほどあたりを探し回っていると、俺は資材置き場の先の森の中に、ボロボロの小屋があるのを発見した。T と O にそのことを話し、ここでいいんじゃね?と聞くと、O は最初、ここに一人で待機って気味悪いよ。とごねていたが、俺と T は、言い出しっぺはお前だろとからかい。まあ、待機と言っても10分くらいだから、と、O をなだめて納得させ、完全に暗くなるまで車の中で待機することにした。車の中でゲームをしたり話をしながら2時間ほどが過ぎ、あたりは完全に真っ暗になった。そして、O が T の姉貴の部屋から無断で持ち出してきた服に着替える間に、俺と T は、適当にでっち上げた心霊スポットの話をしながら、あちこち撮影を始めた。まず10分ほどそんなこんなで録画をし、O も準備ができたということで、本命の釣り部分の撮影を開始した。俺と T は笑いをこらえつつ必死でビビる演技をしながら、O の隠れている建物へと近づいていったのだが、あと10メートルというくらいまで近づいた時、O が突然、やばい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 、と叫びながら小屋の陰から飛び出してきた。俺と T は、最初ポカーンとしていたが、O があまりにも必死な様相なため、俺たちも釣られて全速力で逃げ出した。広場の車のところまで来ると、O は自分がまだ助走していることすら気にせずに、早く車出せって。ここはやばい。早く逃げねえと。と、俺を運転席に押し込んで自分は後部座席に乗り込んだ。俺と T は何が何だかわからなかったが、ひとまず車を発車させ、元来た道を戻り始めた。しばらく車を走らせ、もう少しで舗装した道路に出るあたりまで来た頃、異変が起きた。車の天井に何かが落ちてきたような、ドン、という大きな音がした。俺は親の車を傷つけたらシャレにならないため、一旦車を止めて何が起きたのか見ようとすると、O が、止まるな、確認なんて後でいいから。とにかく走らせろ、ここはやばい。と、俺が外へ出るのを止めたため、仕方なく走らせようとした時、助手席にいる T が俺の腕を引っ張りながら、おい、あれ?と、助手席側の窓を指さした。T の指さしているところを見て俺は絶句した。森の中から大勢の人がこちらへ向かって歩いてくる。人数は20人くらいはいただろうか。全員下を向いてうつむいたまま、ゆっくり歩いているはずなのだが、見た目以上のスピードで車へと接近してくる。俺は全身の毛が逆立つような感覚に襲われ、全身に嫌な汗が流れ始めた。ただ人が歩いてくるだけなのだが、俺にはそれがものすごく恐ろしいものに見えた。俺は車を急発進させ、あとは3人とも無言だった。しばらく走っていると、遠くにドライブインらしい明かりが見えた。俺は T と O に、
とりあえずあそこに入るか、と言い、二人は無言だったがそのままドライブインの駐車場に車を止めた。そこで改めて王に事情を聞くと、ようやく自分が女装していることを思い出したのか。とりあえず着替えさせてくれよ。と言った。そこで三人とも緊張感が解けたのか、車内の空気が正常に戻った。三人とも落ち着いてきたため、ドライブインの自販機でコーヒーなどを買い、そこで王に、改めてあの時何があったのかを聞いてみた。王の話をまとめると、王は俺たちが車で小屋の裏手で待機していたのだが、小屋の反対側から人の声がしたため、俺たちだと思い、あらかじめ打ち合わせしていた小屋の窓のところに移動して、俺たちが来るのを待っていたらしい。しかし、いつまで経っても俺と T が来ないため、一旦道の方へと顔を出した。すると道の真ん中に、ボサボサの頭のおばあさんが立っており、こちらをニヤニヤと笑いながら見ていたとか。王はちょっと気味悪かったが、おばあさんにそこにいられると段取りが狂うため。すいません、ちょっとの間でいいのでどいててもらえませんか?と聞いたのだが、おばあさんはニヤニヤと王を見て笑っているだけで何の反応もない。王はちょっとムカついて、おばあさんのすぐ近くまで行き。ちょっと、2、3分でいいからどいててくれよ。と、強い口調で言ったらしい。するとおばあさんは、ニヤニヤした表情のまま王の腕をつかみ、そのまま森の奥へと連れて行こうとしたとか。王は、何するんですか?と言って抵抗したが、老人とは思えないほど強い力で引っ張られ、ずるずると奥の方へと引きずられていった。そして、森の奥の方からは、大勢の人が王の方へと向かって歩いてきたとか。王はそこで身の危険を感じ、おばあさんを蹴りで突き飛ばして、そのまま俺たちの方へと逃げ出し、途中で俺たちと合流したということだった。それが人だったのか、それ以外のものだったのか、王にはわからなかったらしいが、とにかく、普通ではない集団であったのは間違いがなかったと思う。なぜなら俺たちが戻る途中で見た集団も、なんと説明したらいいのか、とにかく異様な雰囲気がしていたから。何か釈然としない状況ではあったが、動画作成にも事実上失敗し、時間も時間だったため、その日はそのまま解散となった。それから夏休み中、俺とティートーは何度かつるんで遊んだりしていたが、あの日のことはなんとなく三人とも話せずに過ごしていた。そんなある日、俺が友達と朝までカラオケをして、午前5時頃に自転車で A の帰り道を走っていると、大通りの道の反対側に、O を見つけた。O は両手でお盆を持っているようで、よく見てみると、どうやらお盆の上に、水か何かの入ったガラスのコップを乗せているようだった。俺は、あいつ何やってんだ?と思い、おい、おう、どうした?と呼びかけたのだが、聞こえていないのか全く反応がない。そのまま王は十字路を曲がるとどこかへ行ってしまった。その日の午後2時頃、俺は王からの電話で目を覚ました。王が言うには、電話では説明が難しいからとにかく家へ来てほしいと。王の家に着くと、T もいた。そして、王は俺と T に、まずこれを見てくれと言い、あの日録画した動画を見せた。その動画を見ていて、T が、どういうことだ?なんだこれ?と言い出した。俺も口には出さなかったが、T と同じ感想だった。なぜかというと、俺たちは確かにあちこちを録画して回ったはずで、その記憶もあるし、逃げ出した時の記憶もある。当然三人とも記憶に不一致はない。しかし動画内で俺たちは、なぜかずっと車の中におり、ビデオカメラは後部座席に固定されている。動画が流れ始めて20分くらい、なぜか俺たちが無言のまま座席に座っているところが映し出されていた。動画が20分を過ぎた頃、後部座席にいた王がドアを開け、
やはり無言のまま外に出ると姿が見えなくなった。そしてそこから5分ほど過ぎた頃、俺と T もドアを開けると外に出て、動画には誰もいない映像が、そこから10分ほど映されていた。動画の中で、俺たちは一言も会話をしていなかった。聞こえてきていたのは、ドアを開ける音や外からかすかに聞こえてくる虫の声のみだった。そこで一旦O が動画を止め、俺と T に、どう思う?と聞いてきた。俺は、どう思うと聞かれても、なんだよこれ。と答えるしかなかった。動画の中で俺と T と O は、俺たちの中にある記憶とは全く違う行動をしている。そんなものどう答えたらいいのかなんてわからない。T も当然同じ意見だった。O は、そうだよな。でさ、この後の映像も変なんだよ。と言い、停止していた動画を再生し始めた。しばらく誰もいない車内とフロントガラス越しに見える外の景色が映っていたのだが、さらに4、5分すると、車の前方に人影が見えた。その人影は、どんどん車の方へと向かってきており、しばらくすると、それがボサボサの髪のおばあさんであることが分かった。王はそこで、こいつだよ、こいつ。俺の腕掴んで引っ張ったの。と少し興奮気味に言い出した。そのおばあさんは、しばらく車のボンネットに手をつくと、ニヤニヤと笑いながら車内を見ていたが、すぐに元来た道へと戻っていった。おばあさんが見えなくなった直後、動画に変化があった。急に俺たちが騒いでいる声が聞こえ始め、やばいやばい、と叫ぶ王と、何が起きたかわからないまま動揺している俺と T が映し出された。それは本当に唐突で、まるで車の付近にずっと待機していて、急に慌てる演技をし始めたかのような不自然さだった。そこからの映像は車を発進するまでしか録画されていなかったが、間違いなく俺たちの記憶にある映像だった。しかし一つ不思議なことがあった。王は録画直前に助走したはずで、元の服に着替えたのはドライブインに着いてからだ。しかし、なぜか動画内の王は普通の服のままだった。一体王はどこで服を着替えたのか、何もかもが不自然でおかしい、俺たちの記憶と全く違う内容の動画に、三人とも完全に混乱してしまっていた。動画をすべて見終わってから、王は、でさ、今日のことなんだが、と、話し始めた。王は、昨日の夜に寝てさ、今日気がついたら、なぜか〇〇川の端のところで、お盆の上に水の入ったコップを乗せて立っていたんだよ。俺、そんなことした記憶全くないのに。という、俺は今朝の出来事を思い出し、T と O にその話をした。O に話しかけたが全く気づく様子がなかったということを。それから O はこう続けた。それでさ、わけわからないまま家に帰ってきたら、急に、あの動画を見なければいけない、という気持ちになって、それで見たらあの状態だったからさ、少し悩んだけど、お前たちにも見せた方がいいと思って呼んだわけ。そこで T がこう言った。この動画のフラッシュメモリーさ、このままにしておくのやばくね?お払いとかしてもらった方がいいんじゃないか?俺と王もそれには同意見で、早速近所のお寺に、ビデオカメラと問題の動画が記録されたフラッシュメモリーを持ち込み、和尚さんに事情を話した。和尚さんは半信半疑で俺たちの話を聞いていたが、動画を見せるとしばらく考え込み、このカード、しばらく預からせてくれないか?と言ってきた。俺たちはこんな気味の悪いものを思う手元に置いておきたくなかったので、二つ返事で同意すると、フラッシュメモリーを和尚さんに預け、携帯の連絡先を伝えるとお寺を後にしてその日は解散した。翌朝、俺は混乱していた。朝目が覚めると、
昨日の王と同じようにお盆の上に水の入ったコップを乗せ、丸々川の橋の上に立っていたから。そして、その横には放心状態の T もいた。T は何度か呼びかけても返事がなかったが、肩を揺すると、はっとした顔をして俺の方を振り向き。俺、今何してた？ここどこ？と言い出した。俺は昨晩家の布団の中で寝て、それから今まで起きていなかったはず。T も同じ状況だったにもかかわらず、気がついたらここにいたらしい。俺は気味が悪くなり、ひとまず王に電話をした。王は寝起きで最初寝ぼけていたが、事情を話すと俺の家まで来てくれた。そして三人で相談して、もう一度昨日のお寺へ行って事情を話すことにした。お寺に着くと、事情をわかっていたからか和尚さんはすぐに会ってくれた。三人に起きたことを和尚さんに話すと、和尚さんは腕組みをしてしばらく考え込んでいたが、何か思い出したかのように席を外すと、お守り袋を三つ持って戻ってきた。そして俺たちにこう言った。三人とも、もうこのことは忘れなさい。そしてこのお守りを一年間肌に離さず持っていなさい。そうすれば今日あったようなことはもうないはずだから。と。そして、フラッシュメモリーだっけ？これは引き続きうちで預からせてほしい。それでいいか？と聞いてきた。和尚さんは俺たちの身に起きたことについて、なんとなくわかっている感じでもあったが、結局俺たちには何も教えてはくれなかった。俺たちもそのことを深くは追求しなかった。というより、しない方がいいと感じた。ただし、和尚さんは一つだけあることを教えてくれた。まず俺たちに。その資材置き場のような場所か小屋の近くに、川はあったか？と聞いてきた。王が、覚えている限りではなかったと思うけど。と答えると、和尚さんは、そうか。と言って、なぜ俺たちが無意識に水の入ったコップを持って外に出たのか、憶測を交えながら話してくれた。どうやら俺たちは、何か呪いのようなものをかけられていたらしく、その呪術の続きを川伝いに俺たちへと、何者かが送り込もうとしていたらしい。その何者かが人なのか、それともそれ以外の何かなのか。それは和尚さんは教えてくれなかったが、とにかく川を通ってやってきた呪いの受け口となっていたのが、そのコップと中に入った水らしい。俺たちは、呪いの元に誘導されて、寝ているうちに家にあるコップに水を汲み、川へと呪いを受け取りに行っていたということだった。このまま何の対策もせず、俺たちが呪いの続きを受け続けていたら、その後どうなっていたかは、和尚さんにもわからないらしい。ただし、無事では済まなかっただろうことは確実だとも言っていた。このお守り袋は大した力はないらしいが、少なくとも俺たちの居場所を、呪いの元からわからなくすることができるらしい。そして、一年もすれば呪いの痕跡そのものが消えるため、俺たちが操られることもないのだという。お守り袋をもらうと、俺たちは特に根拠があるわけではないが、不安感から多少なりとも解放され、何かほっとしてそのまま各自家に帰った。それから俺たちは学校も無事卒業し、進路もバラバラとなった。T と O とは今でも連絡を取り合っているが、あの日のことは話題に上がることはほとんどない。和尚さんに言われた通り、お守り袋は今でも肌身離さず持っているせいか、あれ以来、俺たちに記憶の喪失やおかしな出来事は起きていない。業は消えない。俺のひいじいちゃんの話を書いてみようと思う。と言っても、ひいじいちゃんは俺が物心つく前に死んでしまったので、じいちゃんに聞いた話なのだけれど、さらにそれを思い出しながら書くので、辻褄合わせとかで多少脚色もするし長文なので、
いろんなことをご勘弁。俺のひいじいちゃんは坊主だったらしい。というか、ひいじいちゃんの代までうちは坊主の家系だったそうだ。そんでもって、ひいじいちゃんは霊感、坊主だと法力化があったらしく、呪霊やら鎮魂やらで何かと有名だったそうだ。でも、ありがたい崇高な霊能者とかって感じではなく、変な能力はあるけれども普通の多少目端の利く人だったようだ。そんなひいじいちゃんには人捨てで何かとオカルトチックな依頼が来ていたそうで、それで旅に出て家を空けることが多く、幼かったじいちゃんも寂しい思いをしていたようだ。いつもひいじいちゃんが旅から帰ってきたら土産話を要求するのだが、ひいじいちゃんは大抵当たり障りのない話ばかりをしていたそうだ。まあ、怨念やらの絡みになると、色恋沙汰や依頼者の恥部となる話になるのだから、口は固かったのだろう。これは数少ない旅の話の中から、ひいじいちゃんが坊主をやめた原因になった事件の話。そんなひいじいちゃんに、ある日どっかの地方から羽織袴の名士っぽい人が訪ねてきた。ひいじいちゃんは一目でたたられているってわかったらしいが、そんなことはお首にも出さずに応接間に通して何事かと聞いてみたそうだ。その人は、ある県のどこどこで何々をしています誰々です、みたいな話を丁寧に始め、話し口から、名手っていうかまとめ役みたいな家系って、ひいじいちゃんは感じた。その時にひいじいちゃんにお願いしたのは、不幸な死に方をした女性の供養ってくらいだったそうだ。ひいじいちゃんは、この人は隠し事が多いなぁ、などと思いながら、多少身の危険を感じたらしい。霊的な危険っていうより、殺しとかにこの人の家の者や知り合いが関わったのが原因じゃないか、と、感じたそうだ。それだと、場合によっちゃ自分の身も危険だし。とりあえずその人には、多少準備がかかるし疲れたでしょって言って、2、3日家に泊めて、その間に、その地方の議員さんやら親分、警察署長あたりの名前を調べ、知り合いに紹介してもらって実際に電話したりしてつなぎを作ったりしたそうだ。なかなか世俗チックな坊主だと思う。そんな大人の下準備の後は、今度はそれなりに準備をして。じゃあ行きましょうか。ってことで、その人の案内で地方に向かったそうだ。その地方に着いたら、そういえば〇〇先生はここにおられるそうだから挨拶したい。とかなんとか言って、先に手を回しておいた議員やら所長やら親分に挨拶に行き、自分に変に手を出したら後々厄介ですよーって匂わせておいてからその人の家に行くことに。その人の家は、町から外れていくつか山を越えた山間の村で、村に近づくにつれて嫌な感じが強くなってきたので。これは村ごとたたられているな。女一人を供養して住むのかね。って思ったらしい。村に入ると、出会う人がどいつもこいつもたたりの影響を受けている。さすがにひいじいちゃんも、村ぐるみの事件っぽい匂いがしてきて嫌になってきたが、こんな偏僻な場所から逃げ出すのも大変だと思い、一応その人の家で詳しい事情を聞いてみることにした。その人の家は結構大きかったらしく、屋敷って感じで、ひいじいちゃんの、村のまとめ役っぽいって予想は当たっていた。庄屋の家系の灯台ってところ。屋敷は門に入る前から恨まれている感じが匂いまくっており、かなり業の深いことをしてしまった家系だと思いながら家に入ったそうだ。部屋に案内されて改めて話を聞くと、供養してほしい女性は3名。ひいじいちゃんは、屋敷の人間がその3名の死因に関わっていると思ったので、そのあたりは深くは聞かずに村に何が起こっているのか聞いてみた。どうやら村では、殺人が連続して起こっているらしい。しかも、事件や犯人を警察に届けていない。犯人は土蔵に閉じ込めたり納屋に縛ってあったり、死因も事故死、病死ってことにして、医者に見せずに土葬にするなどかなりヤバい感じの処置をしていた。現代なら、というか多分当時でも、死体遺棄&不法逮捕監禁で引っ張られるようなやり方をするからには、村人を外に出したくない理由があると思えること。
ひいじいちゃんは突っ込みどころが多すぎるのをぐっと我慢して、かっこ自分の身のため、まずは犯人の一人に会ってみることにした。多分この屋敷にもいるのだろうが、東大に案内されたのは屋敷から少し離れた農家の納屋だった。納屋の中はじめっとして糞尿の匂いがひどく、中には怯えた感じで縮こまっている女性が一人柱に縛られていて、ひいじいちゃんは、疲れていたなって思ったらしい。ひいじいちゃんは、この女性はもう危険じゃないことを教え、しばらく安静にしていたら今より良くはなるだろう。って言ってやったそうな。そして、殺したのは多分旦那か子供だなと感じて、かわいそうに思ったそうだ。さらに、この人へのたたりはもう終わっているが、多分完全に治ることはないだろうって思えたらしい。ひいじいちゃんは、供養はするが、あなたたちは供養でどうにかなると思っているのかね。って言ったそうだ。東大の言によると、どうもたたりがあってからは誰もが怖がって供養さえしてくれない。それでもって遠方のひいじいちゃんにまでお鉢が回ってきたということのようだった。問題のお墓は、村外れの山道を進んだ山中にあるとのことで、昔はそこに寺があったが、廃寺となった後はそのまま村の墓地として利用しているとのこと。案内されてそこに近づくにつれておかんがしてくるし、案内していた東大はどんどん顔色が悪くなってくる。これは半端じゃないって思い、とりあえず墓の方向に向かって経を上げて様子を見たが、とてもじゃないがどうにもならない。仕方ないので道を聞いた後東大は帰らせることにした。東大にカツを入れて返した後にしばらく進むと、何かとすれ違った。ひいじいちゃんには姿は見えなかったが、多分彼女らの誰かだろう。その気配は東大を追うわけでもなく、また自分を追うようにも感じなかったので、気を落ち着けながら先へ進むことにした。山の斜面を這うように歩いていくと、開けた場所に出た。斜面に沿って外おばや墓石が並んでいるので、ここがその墓地だろうと考え進んだ。すると、たくさんの盛り付きの墓の中に、この墓がそうとわかるくらいの存在感がある墓が3つあったらしい。ひいじいちゃんはそこで経をあげて供養を試みたが、ずっと空気が重く、どっからか視線をずっと感じる。無理だなぁ、業が深い。と思って、屋敷まで引き上げることにした。屋敷まで戻ったひいじいちゃんは東大に、供養を試みたがこのままではたたりは収まらない。あなた方は業が深いので、言えないことも多いと思う。三人を死なせたのにも関わっているだろう。しかし、たたりがなかったものがなぜたたるようになったのか。何でも話せることがあれば言いなさい。と、言ってみたそうだ。東大も言いづらかっただろうが、話した内容はこうだった。父にあたる先代は、乱暴で狡猾な人物だったそうで、若い頃から問題ばかり起こしていたそうだ。それでも、先々代が存命のうちはまだマシな方で、先々代が亡くなると素行に歯止めが効かなくなった。多くの村人を巧妙に利害で巻き込みながら悪事を繰り返し、村では誰も逆らうことができなくなってしまったそうだ。祟っている三名の死にも先代は関わっているらしい。それから先代は、三年前に実の妹に殺害された。多分これが、最初のたたりじゃないかとのこと。そしてたたりで死ぬ前に、あの三名の女性と関わりのある男に罪を着せて殺している。もちろん死刑だ。それ以来村では、身内や血縁者を殺してしまう事件が時々起こるようになった。ひいじいちゃんはこの話を聞いて、その殺された男をまず供養しないとこのたたりは収まらないと思ったらしく、墓の場所を尋ねた。東大の答えは、墓はない。埋めただけになっている。とのこと。そして埋めた場所に次の日に行くことになった。ひいじいちゃんはその晩は屋敷には泊まらなかった。明日のことを考えたらここで気力を消耗したくないって気持ちになったらしい。次の日、東大と村の男数名に案内されて、その男の埋まっている場所に出かけると、
そこは村外れの藪の中だった。じめじめと腐った枯れ草が覆いかぶさり、枯れ草の隙間から育ちが悪い感じの雑草が生えている。そこに高さのあまりない盛り土があり、近くには申し訳程度の備え物が朽ちていた。ひいじいちゃんは、ちゃんと埋葬し直して供養しないといけない。と灯台に行って掘り返させた。大して掘らないうちに姿を見せたその遺体はやはり普通の状態ではなく、無残に切り刻まれていて、五体バラバラどころか肉片がいくつも出てきたらしい。ただ不思議なことに、3年前に死んだはずの男の遺体は、腐敗せずに湿り気を帯びていたそうで、ひいじいちゃんは、呪物になっているなと感じたそうだ。この辺の詳しい理屈は、俺に話してくれたじいちゃんにはわからないらしいが、多分殺された男は3名の女性を弔っていたもので、そのことで3名の霊的な干渉を良くも悪くも受けていた。しかし殺された後は、本人の無念も重なって、3名のたたりの呪物化したのではないか、って感じの話をしていた。とにかくひいじいちゃんは、男の遺体から頭髪の一部を切り取った後は、すべて亀に詰めて埋め直し、行をあげて供養した。供養といっても、成仏させたわけではないらしいが、成仏させるわけにもいかなかったのでその地で安息できるようにいろいろしたようだ。頭髪の一部を切り取ったのは、業が深すぎる件なので関わった自分へのたたりもあり得ると思い、この男を自分も供養しないと危ないと思ったかららしい。最後にひいじいちゃんは灯台にこんな注意をして別れたそうだ。一つ、あなたの直系は死死孫孫まで男の命日の供養を欠かさないこと。一つ、三名の墓を除いた墓地にある他の墓を村の近くに移すこと。一つ、墓を移したら、誰も三名の墓に近づかないこと。一つ、たたりや三名の霊が現れることがあったら、男の墓に供物を捧げ、除名の願をかけること。ひいじいちゃんは村にはあまり長居したくなかったそうで、よしくらいにしかならない報酬をもらった後は、来た時と同じように地元の議員さんやら有力者に挨拶を済ましてから帰路に着いた。そして帰宅したひいじいちゃんは、家族に男の髪が入った箱を見せてこの話をしたそうだ。もし自分がたたりで倒れた場合に、この髪の供養を続けてもらわなければならないから。この件でひいじいちゃんが坊主をやめなくてはならなかった理由は、今回ひいじいちゃんが施した術は、呪い返しに近い方法であって、それがお偉いさんに知れた時に、世話になった上司の立場をかなり悪くしてしまったからだそうだ。何か歴史ものでは、お偉い坊さんが権力者に頼まれて呪ったりする話があったりするが、下っ端の坊主が何かすると厳しいのかな？まあ大体こんな感じの話。拙い文章で申し訳なかった。